びよう伸びようと今もう目を縛らせて YouTuber が頑張ってる中、はい、我々はパジャマでビールです。諦めましたね、そろそろね。いや諦めてはない、諦めてないけど楽しく行こうよ。まあそれはモットーにしないと思う。そんななんかもう目縛しらしてやらなくてもいいじゃないと。深夜になんか飯食って酒飲んでなんか楽しくやろうじゃないと。そうですね。そう、平成フラミンゴ好きやろ。しかも可愛い方か。どっちですか。どっちも可愛いですけど。ニコちゃん。そのこと言ったらあかんの。あかん、山ちゃん。かわいいよ。いやいや、俺からしたら。俺からしたら。山さん好きなの。俺から、うん。いつか会いたい。知らん。俺の三大会いたい美女 YouTuber。え、マジ誰ですか。知らんのかお前。知らない、知らないです。俺の三大会いたい美女 YouTuber は。はい、もういいですよね、分かってるからそれ。ちょっと編集で作ってあげて、はい、どっかとしても使えるように。俺のテンポが良くなるために。あ、ごめんなさい。いいよ。俺の会いたい美女 YouTuber 多分知らんお前。俺も知らないですね。だからニコちゃん、アールちゃん、あとクレマグのショートカットの子。名前知らんの。いや名前何ですか。え、あ、そうなんかな、分かる。金髪ですか。分かる。浅見メイさんでしょ。あ、そうかな。ああ、同じ名前な。そうだから、めっちゃエゴサかぶる。ああ、なるほどね。いつかな、会いたいなと思うんだけど、今日は先ほどみたいな。乾杯しますか。しっかりおっさんっすよ。いいでしょ。だからもう 俺はもうおじさんムーブをしていい年齢になってるから。ああ。逆に、だから俺がメイちゃん年齢やったらそういうの言えなかった。はいはいはい、はい、なんかやっぱなんかね、そんななんか女の子と会いたいなんてとか言われたりするやん。いや、女の子会いたいっすよ。一回乾杯するじゃん。はいはいはい、はい、まあすいません皆さん、ちょっと今日は飲ましてください。乾杯して、ちょっとあのいろんなね深夜に合うご飯ご用意させていただいてます。それではまずは乾杯。うわうわ、なんかええな、食材。ええビール、ええビール、ほらいただきます。乾杯。乾杯。乾杯。これパジャマも今日山ちゃんが用意してくれて、前回皆さん見てくれましたか、寝起き5秒でジロー食うってやつだったんですけど、はい、交流所の服みたいな。刑務所じゃないですよ、はいはいはい、刑務所じゃない、はい、交流所の服みたいなを山ちゃんが用意してきて、まあ、あれは一時的に入るとこね、一時的に悪いかもしれない。でもうちょっと可愛いのを用意してくれて、すっごい可愛いの用意してくれて、ありがとう山ちゃん。めっちゃ色かわいいっすね、ノリみたいで。うん、言ってくれるじゃん。誰がノリや。ノリジジイ。誰がノリジジイや。お前例えるのないな。ないっすか。なんやろ。バカ。ふざけんな。ふざけんな。じゃあなんかいろいろね、はい、買ったんですよ、はいはい、簡易なものなんですけど、お米今炊いてる山ちゃん。じゃあちょっと飯作りながら飲みながら、はい、寝ちゃいます。あー怖い怖いって、それ突然来ると。アルちゃん会おうよ。肉ちゃま、うわ最高やん。もう見えてるのが、見てください、コンビニエンスストアフード。最高でしょ。なんて安上がりな。若鶏の唐揚げをひたすらチンしていきますです、はいはい。これじゃあ焼きそば作っちゃおうかな。唐揚げなんてみんなもうモリモリ食えろ、白米あったら。これ米みたいにして唐揚げ食べられますよ、俺。うん。どういう意味？じゃあ焼きそば作ろっかな。何分ぐらい？何分ぐらいと思う？五分ぐらい。そうですね。一回5分でやっていいかもしれない。え、どうやったのこれ？ね、ちょっとコツがいるんだ。コツがいるってな。あ、ありがとう。めいちゃんマンは何を作られるんですか？焼きそば。これなんか俺この前 TikTok ですげえ美味しいこの焼きそばの作り方見つけたんで、俺それでやってみます。全然作り方違かったよ、普通のやり方と。マジで？はい。 TikTok さ、もうなんか、はい。大丈夫、まだ、はい、大丈夫まずさ、 TikTok なんすか。 TikTok 可愛い子ばっか出てきて、もう俺もう時間なくなっちゃうよ。
ノリジジイがもうしかノリジジイが同時進行でウインナーなんかやっちゃう。あ、いいですね。この前じゃあ見つけたシャウエッセンのやつで水少なめで。ああ、そうだね。うわー、納豆あってキムチあるやん。こんなんもう米やったら無限やん。無限だ。どうしよう、あと1分だったらこれ全部ひっくり返そうかな。これあと 何分の間の。てかあっちの通販機の方が絶対うまいやん。なんかこのネオーブは聞いたことある通販機の、はい、いや、そここのメーカーさんもすごい頑張ってはると思うで。はいはいはい。ネオーブって何ネオーブ4000円。いや、ええへんやな。炊飯器ないと思う、うん、でも象印のええのがあんねん。いや、忘れた。わからん、ネオーブさんの方がもしかしたらええのかもしれんけど、ちょっとネオーブの米期待して、じゃあ今日は待つか。ネオーブ、ネオーブうまいっすよ。お前知ってんの、ネオーブ。知らないっすよ。知らんのかい。適当は言ってますよ、これ。適当言ってるよ。あ、ところこれ塩気のこれの。いや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 、塩普通のやつあるでしょ、もっとさ。島塩でもいいでしょ、普通に。ほんま島次郎ってあれ、あのNHK でやった島次郎じゃん、島次郎。あの、トリッキーみたいな。それ島次郎、島次郎トリッピーだし2段階、2段階右折してる。いや、待って、バイクですよね。やってやって、2段階。じゃあ、あっちに曲がらなあかんかったらどうやって動く。ここが中央やから、ちゃんとこっち通っていかなかった。あ、じゃあ、こっからスタート、ここからはい、スタート。そう、そうですぞ。そうですだけで、いじめ、いじめ。え、あ、おい。右折しよう。山ちゃんのツッコミ。おいおいおい。おい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 。右折、びっくりしちゃった、びっくりしちゃった。右折中だったからよ。ソーセージどう？ごめんごめん。いいツッコミやったで。ちょっとこれなんで、絶対ひっくり返すわ。やりすぎた。箸？あるある。箸。見てて。はい。俺のこと全然撮ってくれないじゃん。ごめんなさい。マッチャンだった。意外と。ごめんね。ケロさんばっか撮ってさ。ごめんなさい。俺とケロさんどっちが好きなの？ケロさんいいっすね。なあ。唐揚げいい感じ。カチカチの唐揚げ撮っとこう。ねえ、俺撮って。ねえ、どうしたの？俺とケロさんどっちが好き？ケロさん唐揚げいい感じ。何やねんそのお前。一番新人の東横勢みたいな。東横勢。一番新規の。どう？いい感じ？そっち。いい感じですよ、それはもう。これ、本当はチンしなきゃいけないらしいんですけど。はいはいはい。いいっす。え？いいっす。いいの？はい。そこ短縮で。はい。で、もうめちゃくちゃ水分飛ばすんだって、この麺の。へぇー。最初水入れたりとかするじゃないですか、これ。入れないんだって。へぇー。普通ね、水でちょっとこう。そう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 。柔らかくしてからいったりしないの。ほんでこれね、わあ、米のえ匂いもしてきたな。炭水化物オン炭水化物やすごいな。ヒトゼロー。うわー、ヒトゼロだ。ストロングレ。誰これ買ったの。これ決まっちゃうよ。決まっちゃうよ。あとはそんないっぱいあるんですか。濃いめ角杯。やばいやつ。濃いめってのがポイントで。濃いめ角杯もあるからね。あんま舐めた態度取ってると濃いめ角杯。マジこれもう完璧なアルファレン。こん、え、令和に舐めたこと、令和に舐めたこと言ってるとお前濃いめ角杯一気な。最近はもう令和に。あ、残り10分でお米炊けますよ。あ、いやー、うっせーな、こいつマジで。ボキが、ボキが。おー、はい、情緒が。マジでいい感じじゃないですか。いい感じ。いい感じだろ。カチカチだよ、これ。これカチカチだよ、これ。あの、中と外移動させて。ソーセージ。あ、イエー、ソーセージ。ソーセージ。イエー、ソーセージ。いや、横着、ちょっと。いやいや、いやいや。落ちちゃうんじゃない。みんなが不幸になる未来が見えたね。全部こぼれて。全部こぼれて。めんどくさい。山ちゃん、美味しい唐揚げ食べたいよな。食べたい。山ちゃん、もう奥でスマホいじってますよね。お前よ。ふざけんなよ。先輩がお前、額に汗かいてや。気になっちゃって、ワンピースの鈴木が。ワンピースの鈴木が気になってる。どう思う？撮影中に、撮影中にワンピースの鈴木気になってるバカがいる。さあ、読んだ、山ちゃん。いや、まだ読んでない。乗るな。読んだじゃないのよ。読んでもいいスタンスになるから撮影中に。これまだ何も入れてない、油しか入れてない。で、粉入れて
酒で溶きました。ゆきねこで、ほんで何入れて、で、粉入れて、粉あーゆきねで、粉入れてで、油入れて、油入れて、で、その後、これ水分飛んだら、この粉入れたやつを粉雪ね探すな、探すな、目を見てこいつこっちの角で隠れてワンピースにする、はい、それでしょ、信じられない撮影中にお前マジでゲロゲロのピストルするぞゲロゲロのあんまり知らんから最初ら辺の罠しか出へんかったけど、なめんねやろ、どんなんだった今、今何してんの、今追いつこうと遡ってたんですけど、どこまで見たっけな、どこまで見たっけなぐらいでそんなにやるなよそれぐらいの熱量でお前やるなよ、見るなよ娘に、うわーうまそう、あ、うわお前やるだろ、これ可愛い子が、え、どう、やばい、これうまいでしょうよ、うわえ、ダメなのうーわ、ワンピース読もうとしてるやつから横取りしたウインナー、うままだ麺焼いてるよ、見て、ほらもう普通の人だったらさ、え、もうそれはダメだよってぐらいさ、麺焦げてるでしょ、なんか言って、でしょでしょ、寂しくなるだろ、そうだよ、ごめんなさい、もうこれダメだ、あ、失敗だって思うでしょ、ここにな、このな、この後な、粉よかったよかった、危ない危ない、もうちょっとやったね、今ここに、酒と粉三つ入れたやつをね、粉ないっす、粉あーい これの水分を染み込ませるんだって、へえ、なんかうまそうだな、うわいい、焼いといた野菜入れての、焼き豚入れるの、混ぜーの、おーうまい、人参ぶっかかりの、こっちで目玉焼き作ると思って何個ぐらいになった、全部です、シェフ、え、目玉焼き同時進行で作れる、作れますよ、おおシェフそれ当たり前じゃないですか、ちょっとこれいいっすか、落ちたいっすよね、焼きそばの上に生卵、あ、卵ボーンとかどう、うわいいな、あシェフちょっと卵焼き1個、はい、焼きそばの上に置いたらいいんじゃねえか説が出てますよ、聞いてました、あ、聞いてた、はい、うわ耳無視してました、うわ性格は悪い耳はええけど焼きそばいいね、深夜に焼きそばいいね、焼きそば出来上がり、麺切ってえな、おい、うわエグちゃん、エグちゃん、エグちゃん、それはエグちゃんです、エグチ陽介、マジで笑顔すぐる、ちょ、あ、来たね、笑顔すぐるはもう全然違いますよね、笑顔すぐるやろ、ほらちょっと待って、手で熱いここで一本取ろうとしますけどさかけるよ、お願いします、最高じゃないっす、いや、ビール飲みたい、ビール飲みたい、もう料理なんてしてないでお酒飲みたいわマダムメイが、え、これには行かない、目玉焼き、いや行っちゃう、行く、こんなにネギかけなくてよかったわ正直、エロさん、納豆を3個、オッケー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 、納豆食いたい人、はい、じゃあ3つとも行こうやっぱりお酒飲みながら企画するのはいいねえ、まさかのため息ため息でしたね、まさかのため息、俺だけやったの、いや、そうかねなんか嫌な俺、老害ムーブかましてた、いやいや、全然いつの間にかそんなことなかったけどな、え、酒飲むと本当に耳遠くなってこないですか、え、そんなことないよ、え、みんな、聞こえてなかった今、聞こえてなかった、聞こえてないにしてるため息すなよもう2本目いく、ごめんなさい、もうダメっす、俺今日、いや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 、いつもダメだから、あれあれあれ以外はいつもダメだから、ポヒョ
おもろい擬音出た。崖の上のポヒョ。じゃん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 ポーヒョポーヒョポーヒョ。あれ血が乗ってくれへん。結構つなげてみてんけど、リレーは頑張ったで俺。一回自分で走ったで、崖上のポヒョまで。ポヒョって言ったから俺、そのあれバトン持って走ってもう一回渡そうと思ったら落とされて。なんなんそれ。いっちゃう。今これいっちゃう。みどり、みどり茶色。なにこの卵、超うまそうなんだけど。うまそうすぎるでしょこれ。あんまなってないな。大量にあったネギここにぶち込めよかった。まあ、いっか。うわ確かに。わ確かにって言った今。そんな言い方しなかったと思うんですけど。ごま油どうやるんや。上にやります。納豆まだあって。これが俺のプライベート納豆。これ山ちゃんのプライベート納豆。いや、なんでプライベート納豆。何プライベート。じゃあですね、ここから手掴みでこう取ってもうおかしくなってますわ、あれは。もうダメか。見ろこのネギの量。ねえ、俺この邪魔だ。キムティ、キムティ、キムティ、ね、キムティ、かわいい、かわいい、ね、キムティ、キムティ。返事した。キムティが返事したんだよ。なんか残酷な、なんか死に方しそうですね、キムティ。キムティ。壁をこう、はい、打ってくる天井を先に行け、キムティ。キムチうまそすな。忘れてた。カップラーメンまであるのやばいじゃん、もうそんなの。そんなのってないよ。クーラー君はあ、動いてない。最低にしましたよ。あ、動いてない。あ、動いてる。いや、動いてる、動いてる。一番最低音。めっちゃ風出てるでしょ。もうないのよ、その角が。そういう角、その風角がないのよ。あの通角みたいな感じのやつがないのよ。ないのよ。やばい、これやばい、これ、このラインナップやばい。え、俺のカレーは。いや、今やりましたよ。あはキムティいた、今。肉ちゃま完了しました。もうこんなの優勝ですね。優勝。もう料理できた頃には俺らもう出来上がってます。出来上がってます。まずは乾杯しちゃって、もうストゼロいっちゃってますね。もうビール飲んじゃいました。決まっちゃってますね。麺系が張って。いただきます。やだ、いただきます。すまんなぁ、たくみやまちゃん。これは深夜飯。いっちゃってください。まあ後でみんなで食べよう。深夜飯だよこれ。最高。いただきます。はいよ。まあうまいよな。まあカップヌードルは間違いねえよ。早くそこに行きたい。今行くからね。今行く。行くよ。でもないですね。結局これなのよ、最終的には。オーマイゴーシー。ちょっと納豆いっていいですか。納豆ご飯いって。 100% うまい、 100% うまい。炭水化物食ってからこれ食う。うん、ごま油一緒。山ちゃんごめん、俺納豆かけご飯を食いながら、はい、マヨネーズ唐揚げ食いたいのよ。マヨネーズいい？そこまで準備していい？同時でいきたいですね。おいしい。うまいんすよ。ここにドバーッと。いいっすか、じゃあ自分も。これっすよ。で、うわ、つけすぎっすよ、ゲロさん、マヨネーズ。うわ。罪悪感しかない。でもアルバム作ったんでしょ。終わりました。はい、やっといいっすよ、これぐらいやって。いいっすか、こんな音しちゃっていいっすか、こんな。ポニョって言いましたよ、これ今。うん、
もうちょっと納豆でぬるぬるすぎて取れない。どうなのよ。よし、どうぞ。あ、これ言葉いらないやつですね。こんな家の近くに幸せあったんですよ。コンビニだ。ちょっとメイちゃんが作ってくれた焼きそばも、はい、キムチ大盛りですよ。焦げてるくらいうまいね。ちょっとね、こうやって焦げて固まる。いただきます。うわどうすか。そうそう、はい、お祭りとかの一番うまいやつ。ちょっとキムチもらせる。うん、いい。はい。いいよね。そりゃね。これ始まっちゃうわ。音してます。始まりの音が。うん、罪悪感しかないですね。だからね。あ、終わり終わり。いやいや、ダメダメ。ミクチョもえリスナーからなんか質問取ってくれたっぽいです。え、マジ？はい。質問？全部そうって言ってて。誤解も生まれるんじゃないですか。大体当たってる。質問があるの？質問なんかいろいろね、バレさせてる。何何何何？俺たちに何何何？ちょっと何？もう怪しい匂いしてるでしょ、俺ら。いい、ちょっと質問ちょっと何件か、せっかく応募したんで。うんだよ。いいですか、うん、今までで一番ひどかった怪我を教えてください。怪我何。いや、怖いってそんなの。俺ブランコから落ちて頭3針塗った。うわ、いっせー。未だにあったんですよ、頭に。あ、マジで。何歳に9。へ、うん、俺もそれぐらいの時に車に轢かれた時か。あんま言わないもんですよ。バリ轢かれた。鬼ごっこしてて、うん、細い路地走ってて、はい、細い路地ブワーしてたら大きい路地、こう俺が鬼で追いかけてて、待てーってシューってそいつはその反対側抜けてったんですね。で俺待てーって行けたと思ったから、俺も行けると思ったらドーン。アイマナビザガイ。そう。チュン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 。それ。でもそれはね、ほぼ無傷で。へえ。気失ったぐらい。まあ柔道やってたんで昔。はいはい。柔道で脇腹折れたぐらいかな。肋骨折れますからね。肋骨折れちゃうから。鎖骨とか癖になってさ、俺二十歳ぐらいの時に女とデートで遊園地行って、遊園地行ってそのじゃあ一つ目何やるって、ああ俺かっこいいとこ見せなあかんなとこでジェットコースター行こう、うん。ジェットコースター行って、うわー全然全然、あ俺なんか手上げちゃうとかで、うわーって最後のガガガガガガ止まるとこあるよ。ガガガガガってポキッとこうまた折れる。そのまま癖なんで。デートしたんすか。うん、数回。だせ。ごめん。折れた。まああの軟骨部分なんですけどね。はい、はい。あの普通の本当にこう肋骨じゃなくてその奥の軟骨部分、はいはい、そこまでめっちゃ痛い。折れちゃうって言いますよね。その癖になっちゃってね、すごいちゃいました。そんなこともありました。トラウマ企画は？だよ。あれだ。肉5キロだ。俺は。トラウマだわ。あれきつかったっすね。1周年2周年かなんかで食べるみたいな企画をやった時に。なんかいけると思ってたんですよね、買ってね。肉チョモランマって名前なのに、それから肉全然食ってない。やっぱトラウマ植え付けられたんでしょうな、あの企画で。量的には5キロいっぱいいて、そのまあ邦ちゃんもいたし匠とかもいたから、はい、なんとかなんじゃないかと思ったけど、あんまりにも食えなさすぎて、急遽いろんなやつ出ましたから。コースケとかやっとグレッグレッギリギリスト。ゼロ乾杯しちゃいますか。うん、うわもうこれこんなん飲み出したら終わりやで。大丈夫ですか。自分らも食いや、こんなうまいの。いや、これは最高です。これやばいで。このごま油納豆を食って唐揚げマヨネーズ食うでに。唐揚げマヨネーズうまい。お前、お前多分おしっこ出るからパンパン咲いた方がいいじゃん。おんざいた方がいいじゃん。ほんまにこんなん食うたらうますぎて。うん、ごま油だ。うわ、ごま油、ね、うまいやろ。うわ
食らってるわ俺のごま油納豆食らってる。騙されたと思って納豆かけご飯にごま油ね、ごま油ぶっかけみんなうまいから。うまいわ。ちょっと何枚でつけるやで、前でつけるやで。おい、そう、それぐらいそれぐらい。少ない。多いよ。口の中に米がある状態で言ってほしいわ。どっちかっていうと。うまいよな。ではじゃあめいちゃん目玉焼きちょっといただこう。火はちゃんと通したつもりですので。うん、完璧。うん、まっ、うん、まっ。マジでこういうのでいいんじゃない。マジでね。なんか質問ある。何でも答えてくれそうな言い方。今だったら全然。今マジ？お互いの好きなところ嫌いなところ、これ正直にいきましょう。姉ちゃんの？姉ちゃんの好きなところいっぱいあると思いますけど。どれにしようかな、いろいろが。もう照れちゃう。もうやめて。米国株のことをよく教えてくれるところ。まあまあいいか。米国株いいっすよ。株がいいよ。ついに俺もやろうかなと思ってるから。遅う巻きながらね。はい。これか。まあ、白額なところですよね。こういう。確かに。はい。じゃあめいちゃん。なんだろうな。舌打ちしてる？ちょっとイライラしてきた。なんで？見ました？奥さん。十個したじゃん。あ、そうだね。はい。言っちゃえば。いや、俺の10個下って18歳です。そうだね。まあ言ったら俺からしたらクソガキなんですよ。確かに確かに。目線をこう下げて話してくれる。ああそうなの？そんなこと思ってくれてるんだ。俺が下げてなかったら本当に俺が恥ずかしいな。下げてなかったら、なんか下げてないのなんかさもそう言われるとやばいかもな。そうやって思ってくれてるんや。まあまあまあ、ね。なんやまあまあまあ、まあまあ、なんやまあまあって、まあ、強いて言えばみたいに言いやがって。 YouTube 用のコメントですね。殺してるけバーチャファイターでしょ。バーチャファイターでも言わない。千年早いんだよキャラクターいるけど。いますね、うん、嫌いなところなんだろうな、メイちゃんな、ね、家を変えって言ってくるところ、はいマジで嫌だわ最近。なんか俺に払えるはずもない金額の豪邸みたいなのを URL 送ってきて、けどさこれ買いましょう、絶対幸せが待ってます。いやいやいや、なんやこの豪邸は。どうですかけどさん、もう一緒住みましょうよ。いやこれメイちゃんちょっと俺、あ、いやここどうですか。3つぐらいなった逃げ場ないよ。さ松竹梅いたしますから。よ俺別に言えるじゃん。言われる。それぐらいかな。はいはいはい、じゃ俺はその物件をゲロさんが買ってくれないこと。買うか。ゲロさん買ってくださいよ。どうやってあれ買える？買えるの？俺銀行強盗せなあかん。いやもう一括で。いや銀行強盗せなあかん。だめ買えない？無理よ。マジ？強盗入らない。ゲロさんあれぴったりだと思うんだけどな。相当もう本当に。これなんかのあるの？他にもありますよ。夏の思い出教えてください。いろいろあるの。もうこれまで全てのとだよな。全ての夏休み長いなと思って高校生の時、自分のクーラーの効いた部屋で引きこもってたんですよ。ほう。気づいたら終わってたこと。もっとあるよ。なんか友達とどっか行ったとか。マジないんですよ。あったっけ。ないないあるでしょ夏の思い出。ヒロさんあります。俺本当にないわ。21とか2とか、うん、付き合った女が暑い日だったんですけど、いつも行ってる居酒屋があってな、居酒屋で飲んでたら楽しく飲んでたの。めちゃくちゃ楽しく、楽しいみたいな、うん、あおかわりみたいな。だからこの間友達と遊びに行った話したじゃんみたいな、でこう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 でって言ったら、なんかどうやら男がいるような感じの話だったよ、うん、え実はないのね、うん、あ男の人いたの、あそうそう、えごめんあごめん、何人で行ったみたいな。4人。おい、あ、男の人何人いたの？2人。いい合コンや。しかもなんかがっつりなんかキャンプやったけど、なんかどっか行ってがっつりや。ちょっとなんかランチとかじゃなくて、ちょっと軽く飯行って軽酒飲んだぐらいだったらええ。がっつり1日。
え、それ、なんか、彼女とかはいる男の人たちなの？いや、みんなほら、つって、そっからもうヒートアップして、どう、え、どういうこと、なんで言わんの、はい、うわっつって、俺怒って、お前ふざけんなーバーンって2万円叩きつけて帰ってもらう。ここは払っておけ。2万円当時の当時マックスの金額出して15年前ぐらいの俺が、はい、お財布カラカラマックスこんだけあったら足りるやろ、酔っ払ってたからだから。その人とはその後どうだったの？すぐ分かる。いや、俺的には言ってほしいやん、まあ、ダメだったのみたいな感じですよね。だからそう、向こうはな、うん、向こうは向こうのスタンス。俺的にはいや、一生と2人で行くんやったら言うといてくれたらええやん、はいはい、行くけどマジの友達やから気にせんといてねみたいな、はい、あ、分かった、それやったらええで言うけど、と後出しされると、いや、腹立ってきた。いい気がしないっすよね。今家行ったわ。2人のうちどっち？いや、え、2人って誰？俺、何、俺この世で2人しか付き合ってなかった。あ、向こうの彼女の家ってことですね。そうそうそう、男の家実家知ってるからね。15年前の話やけど。怖いよ、その今の掘り。15年前の話まだちょっと納得できないガチャ。ないっすか、なんか他は終わり。お互いの好きな歌ってみたって何ですか？そんな今まで言ったことあるんじゃん。あります。何だろうな、まあ、くたばりPKM ほらやな。くたばり PKM やったね。あれよかったな。あれなんでか、からくり教えたわ、うん、当時な、CD 出す予定やってな、うん、CD 出してんけど、ドラムをエンジニアさんが勝手に変えてん、音、音色を。うん、同じ音だけど。そう、ドラムの3点かな、を変えてん。そう、じゃあ、待って。だから、全然ちゃう。オケが。はぁ、よく聞いたら違うってこと。全然違う。もう俺だけめちゃくちゃいい。え、それはドラム叩き直したとかじゃなくて、あの、ありものね、打ち込みで。アディクティブドラムやったんだけど、当時やから。まあ俺めいちゃんなんやろな。でも最近のね、曲はもちろんいっぱいいい曲あるけど、当時知り合ったばっかりの時にめいちゃんってすごい好きって言ってくれてて、うん、やっぱ勉強のためにいっぱい聴いてよ、うん、ブワーって結構前のやつから。でその時もうほんと一番良かったなと思ったら、やっぱ愛して愛して愛してから、うん、あれはもうほんとお見事やなと思ったな。すげえと思ったな。あれ最近俺聴き直したんですけど、いいっすね。めっちゃうまいよね。ニュアンスとかもね、うん、やっぱ光るものがめちゃくちゃ当時からあって、なんかもうリズムとか理解してないじゃん、あの時。はい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 。使っていい音、ダメな音とか、はいはい、めっちゃ不協和音なんだけど、それが逆にがすごい不安な曲で減らってる曲やねんけど、逆にその不安感がいいというかかな。うんうんうん。最後1個いいですか？何？これちょっと何件か来てたんですけど、うん、ファンは恋愛対象に入りますか？入りません。えっつったらあれやな。あ、そっか、入らんねや。だってもうどうする、めっちゃ可愛い子と街で出会って、街でたまたまみんなで飲み会してます、たまたま出会いました、はい、ほんでそこたまたま出会ったやつの趣味もあってトークも弾んだ、はい、もうこっちも好きやで、連絡先交換して、分かんない、そんなことはないで、お互いないけど、ご飯行ってデート何回かして、じゃあもうそろそろ付き合おうか行く時に、ごめん実は黙ってたけど私ほんまは知ってて好きやってって言われたらどうする？はい、じゃあ無理。はい。いや、最初に言ってほしいっていうのはありますけど、でももうお前好きやねん、その子のこと。めっちゃすごい思ってんのが、なんか、まあ、もちろんメイちゃんじゃないですか今。そうやな。まあ本名の俺もいるわけで、そうやな。素がそっちなわけじゃないですか。おお、そうか。それをちゃんと見て好きになってくれた人がいい。いや、でも向こうは向こうでちゃんとそうやって見てる、私はちゃんと見てる。いやいやいや、でその時にこう言うてきたの。もしじゃあ偶然出会ってしまったんだったら、もうもうちょいじゃあそのちゃんとお互いデートとかして。そうか、分かってから、うん、人となり分かってから。そう、いやもちろんそのアーティストとか、まあ、芸能人がファンと付き合うとか別にいいと思うんですよ、その精神性いい付き合えば。俺はその最初の入りっていうのはちょっとしんどい。分かる、俺もそれ一緒。ゲロさん好きなんです、めっちゃ聞いてましたって言ったらもう終わり、うん、なうん、恋愛対象として見てないというよりかは、ファンを口説こうとするのってよくないやん。そう、俺それ知っちゃったら。そう、ファンっていう、ファンっていうのを逆手にとってちょっと今度遊びに行こうよっていうのはやっぱりちょっと違うなっていうところがあるから、はい、ギャルさんめっちゃ好きでファンなんですって言われた段階である程度距離を保ってあげようとしちゃうというか。あ、はい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 。
なんか紳士的にやってあげないと。あこんなに俺のこと好きって言ってくれることくだいしてホテル行こうやあ金曜日のおはようおじさんやでホテル行こうやとか言うたらかわいそうそのあとびっくりするしもうバリバリコレコレさんに言われるかもミキチョブランマから告知でございます、ミキチョブランマ11月に初のワンマンライブやっちゃいます。イエーイ。しかも会場はあのクソでかいピアリーナ2days だー。1日目は我々2人でソロ、2日目はゲストも呼んでたくさんワイワイやろうと思っております。チケット絶賛申し込み受付中でございます。8月27日の23時59分までとなっております。ぜひともねたくさんのご応募お待ちしております。とある企画の終わりで、ベロベロに酔っ払ってるめいちゃん、イベントのいいところはどこですか。なんにもないらしいです。皆さんあなたたちが頑張って楽しんでください。いいですか。他人任せる。いや頑張りましょう、はい、楽しいイベントするぜひともたくさん来てくださいということでチケットの方もお待ちしております。